にちは、中田です。今日は、ね、車の中をお送りしてます。よろしくお願いします。現在ね、世田谷区内バンバン走ってるんですが、これからね、ドン・キホーテにちょっとね、ダウニーとかね、ちょっと洗濯用品を買いに行かなきゃいけないんで、今車に乗ってるんですけど、外は寒いですね。今ね、1月25日は夕方ですね。もう4時過ぎなんですけど、もうすぐ日が暮れますね。結構寒いです。ドン・キホーテ行きますけど、まあちょっとね、車でバンバン行ってるんですが、今日のテーマなんですけど、フィリピンに、いて感じた、フィリピンに住んでて感じた、何もないことの意味っていうね、まあこういう話します。はい、何もないっていうか、何もないっていうのは、ね、まあお金がないとかそういうこともまあちょっと含まれるんですけど、まあ今ね、私 と、奥さんとね、娘と3人で日本に住んでますが、何もないっていうことの意味って、日本に住んでるとあまりね、感じられないのかななんて僕は思ったりするんですけど、僕はね、フィリピンに2016年のね、9月10月まで住んでました。その時にね、僕は思うのが、やっぱり何もないっていうことは、とても楽だっていうことにね、気づいたんですね。まあこのね、まあ資本主義のね、こういう社会で、いろんなものをね、お金で買ったりとかして、僕たちってね、こう暮らしているんですが、やっぱりね、あれが欲しい、これが欲しいとかね、思いますよね。あ、こんなものがあったら便利だとか、そういうことをね、日々思ってね、働いてね、それをね、購入したりしてて、また誰かが使ってるからあれがいいとか、テレビで宣伝してるからあれがいいとか、なんかこう便利なね、ものがどん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 世の中に溢れてきて、それでね、まあそのものを買って満足する、まあ使って便利だからっていうふうに思うと思うんですけど、果たしてそれは必要なものなのかとか、ただ欲しいだけなんじゃないかなっていうふうに、ね、僕はね、考えています。だから本当にあって便利なものって、例えば自分のね、こう仕事の上でね、時間を短縮できるものであれば、それはね、買ってすごくいいものなんだと思うけど、果たしてね、そんなに物が僕は必要なのかなと思います。でフィリピンにいた時に、まあ何もないわけじゃないんですけど、まあ必要最低限のものしかないですね。で実際にだから、そういうふうにして生活していって不便だったっていうことはね、僕はあんまり感じられないんですね。で実際にだから、本当に自分の持てるもの、自分でこう手で持って持てるものとか、どっかね、また動き出すときに、どこかの場所に移動するときに、それだけ持って、移動できるぐらいのものだけが僕はあればね、全然いいと思うんですね。で今現在じゃあどうかというと、家の中にかなり物が溢れています。で僕はとてもそれがね、不満なんですけど、うちの奥さんは物がたくさんあるイコール幸せだっていうふうに思っています。で何かが欲しい、何かが買いたい、だからお金が欲しいとか、もっと働いてお金がもらえればいいとか、宝くじが当たらないかなとかね、そんなことをね、いろいろ考えたりしてます。で僕はね、それはなんか見ててね、すごくね、おかしいことだなーなんてね、僕は考えたりしてるんですけど、だから、本当に必要ないものです。例えば洋服にしてもそうです。そんなにたくさん僕たちって洋服が必要なのかっていうふうに、ね、思った時に、僕は必要ではないと思います。本当に日常的に着るものだけ、最低限のものがね、あれば、そんなにね、しょっちゅうね、いろんな洋服を着る必要ないんじゃないかなって僕は思います。洋服また着てないのでちょっと問題なんですけど、だから、ね、本当に少しのものでいいのかななんてね、考えたりしています。でまあ、今僕は車に乗ってるんですけど、果たして車は必要なのかとかっていろいろ思ったりします。で僕は今なんで車をまあ所有してるかというと、娘が生まれた時にやっぱりね、移動する時にね、少し困ったりとか、買い物する時にね、車があったから便利じゃないかなって思って購入したんですけど、実際に今現在でこれは必要か必要じゃないかって言った時に、別になくてもいいんじゃないかってね、最近思うようになりました。だから何らかのきっかけで僕は車をね、多分手放してしまうと思います。だからそこのところね、タイミングなのかなと思います。ただ今ね、こうあるとね、まあそこそこね、あれば乗りますし、便利だから使うんですけど、ただそれだけですよね。他に何にもありません。だからそこのところをね、考えるとね、やっぱり車はね、必要かどうかっていうことを考えたときに、今はね、多分ね、いらないんじゃないかななんてね、だんだん思うようになってきました。
だからまあこれからねどうするかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ今のところまあ、あるんで乗ってるんですけど、まあだからいろんなものうちの中にあるものが本当にね必要じゃないものがねたくさんあるありますね。そこのところをね考えてね、やっぱり僕たちがね、最低限のものでいいんじゃないかなってね本当に思います。で実際にまあ本当に、いろんなもののこうなんていうのかな、メディアとか、いろんなねなんかそういう媒体とかねそういうもので、僕たちはねなんかねこう錯覚を起こされているんじゃないかななんてね僕は思ったりします。で実際にじゃあ必要なものと必要じゃないものとどうやって見分けるのかってなかなか難しいと思うんですけど、でもその中で僕たちは、うまくねこう物のねこう選択をねこううまくねやっていかれるように、なれればいいのかななんてね僕は考えていますが、なかなか難しいですねこれはね。だからまあこれからね、僕たちがねこういろんなものをね、買うにあたってね本当ね、また買ってもやっぱり必要じゃないものってまた捨てようと思うとねまたお金がかかったりするしね、本当にね無駄なことなんだななんてね、最近すごくつくづく思います。はい、すみません、ドンキホーテちょっと着きましたね。ちょっと買い物に行ってきます。はい、買い物が終わりました。はい、まあね本当無に、ね、無ということをね本当あまりね日本でいるとね意識しないですね本当。だから今ね僕はまあ不満に持ってることってやっぱりね物がね多いっていうことですね。そのことがねやっぱりあまり僕はね、僕自身の、なんかね心の中で引っかかるようなことなんですけど、でもまあとりあえずね今現状はねしょうがないんで、うちの奥さんとかやっぱりね、必要なものだと思ってね、まあ、購入したりとかね家に物がちょっと多くなったりするのはね、彼女自身の問題なんで、僕は彼女自身の問題を変えることはできないんで、これはこれでね受け入れていかなきゃいけないのかなと思います。で僕はねフィリピンにこうなんで日本からフィリピンに移住した時に本当に何も持っていかなかったんですね。何もっていうか、まあ、スーツケース2個ぐらいしかね持っていかなくて、最低限必要なものだけを持っていきました。本当に全て処分していったんですが、結果的に良かったです。だから僕はね、自分のね両手に持てるもの以外っていうのはねもうあまり必要ないっていうふうに考えています。それがね正しいかどうかは分かんないけど、まあでも僕は正しいと思ってるんですが、人それぞれでまあもっと物があった方がいいとかって人もいるかもしれないんですけど、僕はね本当に何もない方がいいなと思って、人間はなんかねシンプルでいる方がいいし、例えば物がたくさんあることによってそれをね所有 しなければいけないっていう風ななんかねこう脅迫観念にあったりとか失うのが怖いとかって思ったりとかすることは結構あるんですけど、そういうことの恐怖っていうのはね僕がね考えるのはねすごく嫌で、なんかやっぱり何か所有してしまうとすごくねなんか、そのものに対してなんかこうね、支配欲のようなものがあったりとかね、することが多いし、僕そういうことが、ね、すごく嫌いなんですね。だからそのもの、何かのものに対して僕はね、こうそこに僕自身がねこう執着してしまうっていう、なんかその自分自身の心の問題が、ね、すごく嫌で、最初から何もない方がいいってね考えるんですよ僕は。だからなんかそういう風に生きていくことがね僕にとって楽なんだなってねだんだん思えるようになってきたんですけど、まあ今ね僕はそういう感じね、まあ過ごしていますがね、でもねやっぱりうちの奥さんとはねちょっと根本的に考え方が少しずつ違うんで、そこはまあそこでしょうがないのかななんて思ったりします。まあでも人それぞれ本当考え方違うんで、ね、まああれはダメとかね私が正しいとかっていうことをね一概に全部はね言えないんですけど、まあその中でね家族とねこう生活していくんでね、その中でね、自分でこう考えてね人と接していくのがねいいのかななんてねこう思ったりします。まあ皆さんねどう考えるのかねちょっとわからないんですがね、僕は本当ね極端な話なんて言うんだろう、そんなね固定した家もねなくてもいいのかななんて思ったりします。だからもしね今住んでるとか嫌だったらどっか他に移れるとかね、そういう簡単なことがねできるのがね一番シンプルでいいのかなと思います。だから物があるとね結構引っ越すの金かかるしね、めんどくさいし捨てるのも金かかるし、買うのはね意外と安かったりするんですけど、処分するのにすごいお金がかかったりしますよね。僕はそういうのがあんまり好きじゃないんですけどね、
だからなんかね、本当ね、ちょこっとしたものでね、シンプルにね、生活するっていうことはね、すごくね、僕はね、大事だと思っています。だからね、フィリピンに住んでた時に本当に楽でした。大した所有物もなく、本当ね、楽なんだけど、そういうことをね、まあ、フィリピンに住んでいたからね、気づいたことだって。日本に住んでいたら、何かね、こう、いろんなものにね、束縛されたいとかね、そういうことでね、やっぱり辛い人生を、ね、送ってきたのかななんて思いますけどね、まあ、今はね、こうシンプルで楽な、ね、こう人生を、ね、送らせてもらっています。そのことがね、いいのかなと思うんですけど、まあ、近々ね、フィリピンにまた、ね、戻るようには考えていますが、なかなかね、すぐ戻れるようになってないので、ね、すごく残念なんですが、今日はね、こんなお話をさせていただきましたがね、皆さんはね、どうでしょうかね、確かにね、なんか昔失ったもので、ああ、取っておけばよかったななんて思ったりするものもあるんですけど、もう一回ね、処分してね、家からなくなってしまったりとかね、僕はね、子供の頃にあったものがね、なくなってね、悲しいなって思うこともあるんですけど、でももうなくなったものは、もうそれは戻ってこないんで、もう今はね、諦めるしかないのかななんてね、感じています。まあそんなわけでね、何もないっていうことでね、こうなんか幸せというかね、楽であるってい こう考え方っていうね、風にね、僕は思えたっていう話をね、こうさせていただきました。まあ何にもないとね、またちょっと困るんだけどね、まあ最低限のものがね、本当あればいいなっていうふうに、ね、思います。だから本当ね、人間ってなんかね、そういうなんかね、こう資本主義とかなんかそういう社会の中でこうそういうふうにね、こうなんか物があることはね、すごく素晴らしいっていうふうにね、洗脳されてね、こう育ってきちゃったっていうのがあるのかななんてね、僕は感じていますが、なかなか難しいとこだななんて思います。そんなわけで今日はこんな話をさせていただきました。最後まで見てくれてね、本当にどうもありがとうございました。またこれからもね、よろしくお願いします。さよならバイバイ。はい、ありがとうございました。さよならバイバイ。またよろしくバイバイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね、話とかしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃんバイバーイ。